の前がですね、東小屋湖。ここはもうちょっと寒くなると、すごく凍結してですね、もう全部こう氷になっちゃうんですけど、こっちにですね、一番奥に炊事場があってですね、あそこで誰かね、釣りしてます。トイレと、物置小屋かな？前あんな小屋なかったんだけど、このトイレがあります。このトイレはね、きちんと水洗のね、綺麗なトイレです。ね、ちょうど時間がですね、11時半。昼にはちょっと早いんで、先にですね、設営しちゃおうと思います。それでは。ものすごく風が強くてですね、一瞬テントこれ無理かなと思うぐらいのですね、突風が吹いてきたんですが、なんとか頑張ってですね、適当なんですけど、いつものツーリングドーム ST ですね、僕の定番テントですけど、こちらの方を張ってみました。この小汚いですね、ビリーポットと、これなんだろう、スノピのケトルナンバーワンだっけかな、あとは風防とかですね、シェラーカップとか、あとはチタンのカップですね、こんなものを持ってきております。でおなじみのコールマンのですね、ファイヤーサイドテーブルですから、ステンレスの、この上で焚き火もできる、テーブルですね。あとこっちがですね、外のですね、折りたたみ式のですね、めちゃくちゃ軽いやつ、基本的にですね、これ山行くために今買ったんですけど、出番的には今日が最初になってしまいました。非常に後でですね、レビューしたいと思います。それではですね、恒例の刺身ですね、今日はですね、珍しく498円と、いうようなとこです。なんせね、これ買ったのが昼前なんですよ。11時ぐらいかな。で、11時ぐらいって刺身関係は、何一つこう、お安くなってないので、多分ね、これ、切ってすぐのやつだと思うんで、値段がですね、これぐらいします。これぐらいが正しいかもしれないですけど、いつも安物狙いでね、安いものばっか買ってるんで、とりあえず中トロと、いう言葉に惹かれて買ったんですが、ですね、すごい、ものすごいことに気がつきましてですね、前回の野宿みたいなああいうことじゃないんですけど、ですね、僕の癖と言っていいかですね、本当に間抜けなとこと言っていいかですね、あれなんですけど、調味料をですね、一切忘れてきてしまいました。正直言ってですね、これ食べるにも醤油が必要なんですけど、ちょっと醤油すらない状況なんで、どうやって食おうかなと、味をつけようかなと、これわさびだけじゃね、美味しくないと思うんで、でちょっとね、いろんな食材のストックがあるんで、しょっぱいものないかなと、いろいろあったんですよ。ラーメンのつゆとかですね、ラーメンのつゆっていうか粉末のつゆとかですね、いろいろあったんですけど、ちょっと今ね、ネットでググったらですね、これ昆布茶の素なんですね、昆布だしの素、これ自体しょっぱくて味が、しょっぱいっていうかね、うまみがあるんですけど、これで食べると意外と美味しいと、これ実はですね、僕昆布茶好きなんで、いつもキャンプの時はですね、1個2個こういう顆粒のやつを持ってきてるんですけど、ちょっとこれでですね、溶いて食ってみたいと思います。本当にうまいんかどうか分かんないよねこれ。ねえもんはねえと、仕方ないので、ちょっとね、どんなものか、こんな感じ。書いてあったのと同じ味がする。ちょっとわさびはちょこっとですね。多分ね、こんなことやって食う人ってあんまりいないと思うんですけど、とりあえずいただきましょう。
恒例のですね、なんでこれ入ってんだろうってやつで、中トロですからね、本当に醤油がないっていう最悪の事態なんですけど、ちょっと食ってみますね。うん、うまいんだけどね、うん、うまいのはうまい、あのこれがうまいからね、これがもう圧倒的にうまいから、これはねどうしようかね、こんな高い刺身を買ってきて、うん、まあ美味しいですね、あの生臭感はありますけど食えなくはない、うん、まあとりあえず、お約束なんで、刺身で一杯と、今日のキャンプがですね無事過ごせるように、またあの前回みたいなアクシデントがないように、乾杯したいと思います乾杯。うわすごいね、このね山がね風でこううなってんですよね。ちょうどあのこのテントの裏の山ね、あのずっと高原山っていうんですけど、まあ僕はですねものすごく好きな山ですけど、うわテントが飛ばされそうな感じ、撮影中止ね。昼飯はね一応これにしようかなと、よく売ってますね、あの北海道ラーメン、熊出没注意と、まあ、いうようなラーメンです。まあ何回か食べたことあるんですけど、まあ普通のシンプルなラーメンなんですけどね、まあ、これを選んだ理由はちょうどあのこのキャンプ場の裏の山ですね、まあ、とにかく熊が出ることで有名でですね、まあ、有名というか、まあ僕も一回会ったことあるんですけど、まあ結構ねこの辺は餌が多いんだから、あの結構大きい熊が多いです。このキャンプ場にもですね昔あの何匹かうろついたことあるらしいんですが、まあちょっとそんなのがあるといい、まあこの時期の熊っつうとですね、まあ冬眠し忘れた熊なんで結構あのヤバい熊なんで、まあちょっとこんなものを食べてですね、あの自分自身あの気をつけたいと思います。まあとにかくね風が半端じゃねえ。今日はあんまガス使わないと思ったんですけど、ちょっとこの予想外の、まあ、強風なんで、レギュレーターストーブでですね、手早くお湯を沸かしちゃいたいと思います。これいくつだったっけかな、600だ、まあ大体こんなもんでしょう。 600cc、 はい OK で、ナイフがあったな、具はですねとりあえず、まああんまり考えてなかったんですけど、ネギがあるんで、ちょっとネギでもね刻んでみたいと。
これがあるとないのは全然違うんで。とにかくね、僕はですね、前も動画で何回か言ってると思うんですけど、だから料理が全然できません。だからなんだって話なんですけど、料理したことないわけじゃないんですよ。大学生の時はね、一人暮らししてましたし、でもね、ほとんどね、他弁ですね。お金がなかったんで、あんまりどっか食べ行くっていうのはできなかったんですけど、だいたい他弁で、済ましちゃったんで、いいとこラーメンを作るぐらいしか料理はできません。だけどね、これはちょっといい色してるね。この缶をね、このビリーポット多分ね、ガスで炊いたのは今回初めてだと思います。いつもね、焚き火の中か炭火の中にぶっ込んでるんで、この見た通り変形してますけど、なんていうんですかね、こうやって食べるのも美味しいかなと。あとはね、確かね、卵があったな。じゃん。麺ぶっこんの。いやー、この風どうにかなんねえかな、これ。俺はぶっ込みまーす。どぼ。なんとなくできた感じ。よし。ちょうどいいですね。それでは醤油スープをここで。ドバドバドバ。こんな感じ。北海道ラーメン、熊要注意のですね、ネギ卵バージョンですね。いただきます。うめうめえな。これはね、ほんといつ食ってもうまいんだよね。ちゃうかな。うわ、きつ。あ、これすごいね。蓋でぴったしだね。蓋で調理はできないけど、器とすればギリギリですね。いただきます。まずは卵。
まいね。まあインスタントラーメンなんで味がどうこうっていうあれじゃないんですけど、あのさっきね、あの液体スープ出しててすごい思った、あのやっぱりね油分が多いね。まあ、北海道だから、まあ、寒いから油が多いんかどうか分かんないけど、この寒い時期にやっぱりこのラーメンめちゃくちゃうまいです。うん。これはいいね。これはいい。ああ鼻水が垂れる。ごちそうした。それではですね、飯も、まあ、美味しいラーメンだったんですけど、まあ、食べてですね、ちょっと僕の場合昼寝をしたいと思うんですが、その前にちょっと夜炊くですね、炊き火かなんか拾ってこようと思います。ちょっとこんな感じでですね、風がですね、まあめちゃくちゃ強いです。ちょうどね、湖に面した方にこうキャノピーを開けてるんですけど、ちょうど昼間はですね、こちら湖側からこう風が吹くんで、まあ、それがこの特徴なんですが、非常に煽られてですね、飛んでっちゃいそうな、まあ、時折そんな大きい風が吹きます。